はいどうも皆さんこんにちは、イスタフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は神配布来ました。早急の霊人フランが全ユーザーに新たにプレゼントされるこちらのイベント、自由の空を選びしビエラ。今までは、前回の FF12 イベントをやった方であれば問題なく NV 化まで持っていけていたんですが、そのイベント以降に FFBE を始めた方であればスタークウォーツの交換でしかフランは入手ができませんでした。さらに言うと、そのスタークウォーツで交換したフランに関してはかけらかができない仕様となっていますので、どうしてもバルフレアがいてもフランとセットで使うということができませんでした。しかし今回の配布によってかけらも一緒にもらえます。で、かけらがドロップするクエストもございます。なので NV 化させてやっとフランとペアで使うことができる。もう少し早く対応してもよかったんじゃないのかなと思いました。なのですでにフランを持っているよという方に関しては、今回わざわざね、こちらの自由の空を選びしビエラやらなくてもいいのかなというイベントとなってます。しかしフランを持ってないよは、今回初めてゲットするよという方は、何が何でも今回フランを獲得してかけらを集めてせめて1凸はさせてください。これ必ずです。バルフレアの環境がもう少し続くと思いますので、バルフレアが出た際に後悔しないようにこちらの自由の空を選びしビエラ全てクリアすることをお勧めいたします。いやー、これは何としてもやるべきイベントですね。まあスタークウォーツの仕様を変えてあげる、もしくはやっぱフランをねどうにかしてあげるべきだったとは思うけど、まあここでのテコ入れがあるなしでは全然違うと思いますので、必ずやっていただければなと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それじゃあまたねー。